まさか侵食を始める前のこのタイミングで乗り込んでくるとはな。さぞ無様にあがきながら3日間を超えてきたのだろう。よくやったものだと褒めておこうか。現れやがったか、第八のゲネシス。それにあのコートの人も赤黒い魔装器。まさにこの場所から侵食を行っていたってわけだね。ああ、その通りだ。よくぞここまでたどり着いた。ウナ解決屋にその他の者たちも。やはり以前よりも。あなたたち本当にしつこいわ。優雅でも二日しかもない。何度も何度も失敗して倒れて、なのに諦めずにこんなところまで。そんなの当たり前だよ。大切だから、ラーちゃんもスーちゃんも。だから意地汚くても取り戻すの。ラーちゃんが欲張りなのは知ってるでしょ。待ってて、すぐにそこから救い出すから。もうそんな人にいいように使わせないためにも。やれやれ、ナーディア、もう兄とは呼んでくれないのか。せっかく再会できたのに。俺にとってお前は全てだったのに。これ以上ナーディアちゃんを惑わすのはやめてください。それだけじゃありません。たくさんの人を侵食して犯すはずのなかった罪を負わせて傷つけて、これ以上ゲネシスを、いいおじいちゃんが残した大切な遺産を、そんなことには使わせません。犯すはずのなかった罪か。それはまたおかしなことを言うものだ。あれは彼らがもともと犯しかねなかった罪。私は背中を押したに過ぎない。踏み外したのはあくまで彼らで、君たちだ。違うかな。それは、チッ、散々好き勝手やっといて、どの口がほざきやがる。不思議に思っていました。なぜこのような事態を起こしているのか。一つ一つの事件の核は個人的な事情、あくまでそれ単体で完結していた。それがガーデンマスターの目的にどう論理的につながるのか。侵食し歪めること、それ自体に意味があったってことかな。おそらく最も本質に近いのは3日目に発生したクーデターでしょうね。巧妙に心の隙間をついたそれまでと比べて、大規模かつ裏技めいた侵食が行われたのだったが、俺たちに4つのゲネシスを奪われた末にとったなりふり構わねえやり方。おかげで少しは近づけたみてえだな。うすら笑いで覆い隠してきたてめえの真実に。別に隠しているつもりはないがな。私の崇高なる目的に無知蒙昧な愚人ごときがたどり着けはしない。それだけの話だろう。崇高なる目的、そういえば言ってやがったな。誤った歴史を塗り替えるとかなんとか。わけのわからないたわごとを。ああ、当然理解などできまい。この100年間、偽りに彩られた歴史を歩んだ。いや、歩まざるを得なかった哀れで愛しい民たち。その幻想を今こそ打ち砕き、この私が導く。我が波動を阻むというなら容赦はしない。さあアルテラよ、今こそ役目を果たせ。赤黒き獣の雄たけびをもって新たな夜明けの始まりを告げるがいい。シャード氏、
お前ら！はい、侵食をここで終わらせるためにも。これ以上お兄ちゃんを怪我させない。今こそ取り戻すからね、ラーちゃん。相手になるぜ。夜明けの時は近い。やった。いや、まだだ。それもごく限定的な。その上さらにブーストされてるみたいだ。こんなことまでできるなんて。どうした、貴様らも散々活用してきた力だろう。我が悲願の成就を阻むのではなかったか、かつての彼女たちのように。クソが、調子くれてんじゃねえ。まずはゲネシスと妖精のブーストを止めないことには。だがそれにはあの赤黒い魔装機を正面突破する必要があるだろう。厄介な状況ね。チッ、グレンデルゾルガ、改めててめえは何者だ。どうしてそこまでの力を持っていて、そんな野郎にいいように使われていやがる。無駄だ。そのものは何者でもない。私が核を手にした時点で第八に宿っていた、いわば疑似霊魂に過ぎぬのだからな。第八のゲネシスに宿っていた疑似霊魂、何らかの形でシステム上にシミュレートされた。そいつは、そう、名も記憶すら持たない哀れな道具、あるいは獣に過ぎぬ。だがそのものが持つ侵食の力は、私を望みへと、待望へと大きく近づけた。これを天命と言わずして何という。偉大なる空の女神も我が波動を果たせと。もういいよ、聞いてられない。その人があなたに操られてるだけって言うなら、むしろかわいそうにすらなってくるよ。そういうあなたこそ何者なの、ガーデンマスター。私がお兄ちゃんと過ごしたのは9歳まで。素顔を見るまで気づけなかったくらい。本当の妹なのに、スーちゃんは侵食を受け入れてしまうくらい悩んだのに。でもやっぱりあなたは違う。お兄ちゃんじゃ絶対ありえない。それはもう現時点で断言できる。だってあなた安っぽすぎるもの、口にする言葉すべてが。なんだと。大層な言葉を並べ立ててたが、確かに察しちまうわな、その小物っぷりは。はい、人を導く器には到底思えません。庭園の他の管理者やマフィア、結社の連中も少なくても芯は持ってたわ。それらと比べてもあまりに歪み切ったあり方、本物とは程遠いでしょう。何よりもあのスウィン君が心から信頼していた人とは到底思えません。はっきり言うとね、私はもうあなたが何者かすらどうでもよくなってる。ただ最後までスーちゃんを、私を思ってなすべきことをしたお兄ちゃんを、あなたみたいな薄っぺらで幼稚で空っぽな人間ごときがこれ以上真似しないで。小娘が私を愚弄するか。
手駒の手前、生かしてやろうと思ったが、もはや構わん。真なる革命の煮えとして果てるがいい。ダメ！死ね。させるか、偽物が！自ら受け入れた侵食、解けるはずが。解いたのはあんただ、ガーデンマスター。彼が教えてくれたんだ。まさか。お前が受け入れた侵食は契約に近いものだ。定めた条件と矛盾する一線を踏み越えた時、その縛りから解き放たれるだろう。俺が受け入れ従うのは、あんたがエースであり続ける限りだから。俺はかけることにしたんだ。ナーディアをその手にかける。エースなら絶対にありえない行動に出る。その刹那を狙って。あの人がそんなことを。まあ、助太刀は予想外だったかな。遠い親戚のおばさんのちょっとしたおせっかいへ。あとはお気張りやす。現に裏解決屋の兄はんたちも。あの人が。変なところで義理がたいんだから。ナディア、すまない。本当にお前をあんな危険な目に遭わせて。いや、それ以前にあんなに傷つけて。ちゃんと分かってた。スーちゃんはスーちゃんだって。何も変わってなかったから、ずっとそばにいるって言ってくれたあの時の目と。賭けだった。侵食を突破する決定的な隙を引き出せるかは。虫がいい話なのは分かってる。でもお前ならって。水臭いよ、スーちゃん。ラーちゃんたちは最高のパートナーでしょ。ナーディア。私知っている、この二人を、このぬくもりを。スウィン君、ナーディアちゃんも。手間かけさせやがって。よかったわね、二人とも。ああ、あとは奴だけだ。貴様ら。さっきまでの余裕はどうした。もはやこれまでです。偽りの仮面もゲネシスも手持ちの駒も全て落とした。チェックメイトだな。洗いざらい吐いてもらうわ、これまでの事件全ての裏も含めて。
全てを失い放逐されたあの時と同じ、まさに歴史は繰り返すだな。だが甘く見るなよ愚民ども。ちょっとこれって黒いシャードの本流。これはメルフェンガルテンのリソース全てに七葉脈王も取り込んでそうだ、ゲネシスを失おうとも未だ領域の権限は私の手にある。もはや手駒など必要ない。真なる革命はこの手で成し遂げてみせる。ああそうとも、次こそはうまくやる。我が理想を共和国に、いやこの大陸に。何を言って。へえ。ガーデンマスター、結局まだ答えてやがらなかったな。てめえが何者なのかって質問には、ナーディアの、そしてスインの兄貴じゃねえのは分かった。だが完全に無関係じゃねえはずだ。身内すら騙せる記憶がある以上は。ずっと気になっていたわ。ネメス島に現れた時、あの場所を懐かしいって言ったのを。この場まではだがな。しかし懐かしい空気だ。あの島を懐かしいだって。はい、そしておそらくそれだけでもないはずです。これまで何度も口にしてきた正しい歴史、真なる革命といった言葉、そして DG 教団との関係、さらには今の共和国に異議を唱えるあり方。知る限りで符合するのは旧王家。彼らは教団に身を寄せることで生きながらえた。だが教団のルーツは中世。同じようなケースが歴史上他にあったとしてもおかしくはないか。それって、おいおい、まさかとは思うが。はい、本当ならありえないと思います。でも私たちはこれまで様々な裏の事情、信じられない事実を何度も垣間見てきました。根拠を証明することはできませんし、あまりに飛躍した考えかもしれません。ですがあえて名前を挙げるとするなら、一人だけ心当たりが思い浮かびます。100年前の民主化革命でかの革命家シーナ・ディルクを支え、その後暴走して恐怖政治を敷いた後処刑された希代の思想家。共和国人であれば誰もが知るその人物に、あなたの思想は似すぎている。オーギュスト・アルダン、それがあなたの本当の名前ですね。まさかこの時代の人間にその名を呼ばれる日が来ようとはな。そうだ、私はオーギュスト・アルダン。100年前シーナ・ディルクラと共に理想を掲げて立ち上がった革命の徒だ。あの時のジェラールみたいな。最次元の時のエンペラーにも。あの時よりもはるかにヤバそうだが。ちょっと待ちなさいよ。その前に。信じられねえが、認めるんだな。てめえが100年前の革命家、思想家オーギュストだってこと。ああ、
別に隠し立てしていたつもりはない。あくまで無用な混乱を避けるために過ぎん。何せこの名はすでに地に落ちている。革命の母を裏切った狂った思想家としてな。かつて政治犯として処刑されたはずのあなたが今ここに存在している理由、やはり教団が絡んでいるのね。ああ、単なる寄生先の一つに過ぎないがな。100年前、私はシーナたちと共に悪逆の限りを尽くす王政に立ち向かった。そして激しい戦いの果てに勝ち取った自由、新時代の始まりを誰もが喜び酔いしれていた。しかしその喜びは長く続かなかった。革命後につまびらかとなったかつての仲間たちとの思想の行き違い、共和国の行く末を案じ強硬手段を取った私にシーナたちは反抗し、愚かな民衆もそれに味方した。そうして私は反逆者として囚われることとなり断罪され、その生涯を終えた。だが私はどういうわけか目覚めたのだ。ほの暗い穴蔵の奥深くで意識だけの存在となって、当時から存在していた教団、彼らの元にあったとある古代遺物にその怨念ごと取り込まれたことで、それから私は100年もの間人知れず教団に寄生し続け、影から世の趨勢を伺い続けていた。11年前、教団が消滅したのを境に私は庭園へと寄生先を移すことになり、庭園壊滅後トゲの管理人が密かに主導していた独自の模倣擬態を手に入れたのだ。蓄積されていた構成員のデータから選ばれた最高の素体、成長したエース・オブ・ソーズを模したこの体をな。さらには彼がアルノータの資料から譲り受けネットワークにつなぐ形で保管していた第8のコア、それを利用して大陸で最も優秀な AI を奪い改ざんした恒星のホローと赤黒き魔装機を生み出したのだ。全てはシーナたちが独善的に推し進めた革命を正し、あるべきだった歴史に塗り替えるために。とても信じられない話だけど辻褄は合っているみたいね。思想家オーギュスト、凄まじい執念と言わざるを得ないな。私の擬態パーツの源流でもある模倣擬態、庭園でも独自に研究されていたのですね。メルキオールだったんだ、成長したお兄ちゃんの体を勝手に作ったのは。どこまでも悪趣味な。それにラピスを奪って赤黒い魔装機を生み出したってことは、共和国で起き始めた一連の事件、破壊も多少は協力していたようだけど、全部全部貴様が。ああ、その通りだ。赤黒い侵食によりありえぬ因果を紡ぐことでこの時空そのものを徹底的に不安定にするために、その足場をもって共和国を、いや大陸を巻き戻し100年前をやり直すために。女神の下で見ているがいい、アラミス、アトキンソン、そしてシーナ、お前たちが聞き入れなかった私の思想、決して揺るがぬ共和国の在り方を実現してみせよう。お前たちが間違った形で紡いできた歴史を大陸ごと正して飲み込んでやることで。完全に見えたみたいね、決着をつけるべき相手の正体が。ああ、まさに共和国の歴史の負の面が現れたって感じだろうが、
それがどうした。ああ、話を聞いてみれば、過去の、それも100年前のことをうだうだと。そんなくだらないことでお兄ちゃんを語ってスーちゃんやラーちゃんを苦しめたなんてね。ちょっとなーちゃん、過去最大級に頭に来ちゃってるかも。私たちも同じです。多くの人の尊厳を踏みにじって傷つけて。そんな筋の通らない真似、グリムキャッツとしても見過ごせないわ。MK 社の危機管理案件としても、何より裏解決屋としてもですね。亡霊だろうが何だろうが知ったこっちゃねえ。落とし前はつけねえとな。積み上げられた100年の悪意打ち払ってみるのもまた一興かな。どこまでも追ってくる DG の残滓だけども、逃げるつもりはない。過去なんて何度でも叩き潰してあげるわ。私たちの掴んだ今を守るためにも。そしてゲネシスによる災いでもう誰も悲しませないためにも、止めてみせます。絶対に負けるわけにはいかない。全力でいくわよ、バン、ルネ、みんなも。当然だ。背中は任せるがいい。生きがるな、偽りの歴史を享受してきた罪人どもが。新たな夜明けに貴様らなど必要ない。歴史の闇へと消え去るがいい。決めるわよ、バン。ああ、行くぞ。お前ら散々好き勝手やってくれた野郎に、今までの借り全部まとめて返してやる。さあ、今こそ新たな夜明けの時だ。あがけ仕上げだ。我を称えていけ。さらばだ。消える。私の100年が、私の理想が。どうしてだ、アラミス。なぜ分かってくれない、アトキンソン。シーナ、私は、ただ、君たちと夜明けを。平常の膨大なリソースと情報が一気に流れ込んで、何かに捕まりやがれ。ラスさん、大丈夫。あの子なら無事だ。よくやったな、二人とも。え？まさか。エース、お前、なのか？ああ。お前たちのおかげで、取り込まれていた人格が解放されたみたいだ。久しぶりだな、スミ。ナーディアも。お兄ちゃん。お兄ちゃん
いや、厳密には違うのか。俺も、この場所も、奴が取り込んだリソースとやらの一部を使わせてもらってな。だからこれは、あくまでも仮初めの、大きくなったな、ナーディア。結局、会いに行けなくてごめんな。まさか、こんな機会があるなんて思わなかった。こんなに綺麗になって。兄ちゃん、それが何よりも嬉しいよ。お兄ちゃん！スウィンも、ずいぶん背が伸びたみたいだな。ずっと見ていた。今回だけじゃない。皇帝との決着や祭事編、それからもずっと。エース、俺ずっと謝りたくて、あの時もっと何かができたんじゃないかって。いいんだスミ、俺はお前に生きてほしかったんだから。それが結果的にナーディアも救って、庭園が潰れる最初のきっかけにもなった。俺の目は正しかった。さすが、俺の最高のパートナーだ。エース！もう。ああ。もともと長くは持たない。仮初めの開口でしかないだろう。だけど、会えてよかった。もう、心配しなくても良さそうだ。クロスベルに、共和国でも、いい出会いがたくさんあったみたいだしな。ラーちゃん！なんとか無事、みたいだな。それじゃあな、二人とも。これからもきっと大丈夫だ。お前たちなら、お前たちの妹、大切にするんだぞ。お兄ちゃん！エース！ナーディアちゃん！スイン、おい、目を開けろ。目が覚めたか。心配かけるんだから。よかった、二人とも。お怪我はありませんか？ったく、あんなのに飛び込むとか、マジで後先考えなさすぎだろ。まあなんとかなったし、結果オーライなんじゃない？無事でよかったです、本当に。どうした？いや、夢だったのか。うん、夢なんかじゃないよ。
ナーディアちゃんのザイファーの中にフォローとして保存されたようですね。ま、しばらくそこで休ませるのね。改ざんも完全に元通り、ひとまず心配はいらないでしょう。しばらくしたらまた起きるはずよ。そうか。ったく、久々の再会だってのに。ラーちゃんらしいよ。ま、ひとまず安心ってところか。って、私もそろそろ厳しいかも。この空間ももうすぐ消滅するはず。じゃあね、その子によろしく。メオちゃん。やれやれ。ま、お疲れさんだったな。さすがなーちゃんのお兄ちゃんだね。ああ、最後まで世話になりっぱなしだった。ありがとう。じゃあな、エース。戻って来られたみたいね。ええ、おそらく奪われていたおとぎの定常のリソースも。これで終わったんだよね。はい、きっと。いくつか謎は残ってしまいましたが。ああ、ガーデンマスターは消えた。赤黒い魔装機の脅威もひとまずは一件落着でいいだろう。しばらく目を光らせる必要はありそうだが、アシェンや他の連中についてもこれからどうなるかだな。ああ、侵食がなくなっても火種自体が消えたわけではない。それぞれが抱えているモヤも、そのうちのいくつかは改めて何らかの形で顕在化してもおかしくないのかな。その意味でこれからの3日間は各方面で警戒する必要があるでしょうね。だけどようやく取り戻せた。スーちゃんもラーちゃんも。ナディア、改めて心配かけてすまなかった。またお前のそばにいさせてくれ。これは償いなんかじゃない。俺自身がそうしたいんだ。スーちゃん、ラーちゃんもだよ。お帰りなさい、スーちゃん。ただいま、ナーディア。よかったですね、ナーディアちゃん。スウィン君も。ま、これから3日間はちょいとばかり忙しくなりそうだが、イージーさんの遺産もようやく揃った。これでお前も。はい。そいつは